ブラックはホワイト、皆さんこんにちは。 BW ニュースの時間です。私キャスターのポール宮田です。さあ、まず最初のニュースは、令和のおじさんとして有名になりました菅義偉官房長官の飲んでる薬が休診だということが判明をいたしました。なぜ休診を飲んでるんですかと聞かれたところ、それは心臓を守るためですと答えたそうです。堅実な政治家として知られております菅長官ですが、周囲からは鉄壁のガースーと呼ばれているそうです。まあ、菅さんという名字の方はガースーと呼ばれる人が多いみたいですが、私の知人でも菅さんという方がいますが、彼の後頭部が見事な直角でしてね、周りからは絶壁のガースーと呼ばれております。さあ、続いては宣告辞任をいたしました桜田義孝前五輪担当大臣のニュースです。五輪担当大臣をお辞めになってから、本人の政治生命が五輪中になりそうな桜田さん、まあ任命当初から失言が多くて物議を醸しておりましたが、まあ桜田さん、大臣の資質があったかどうか、どうなんでしょうか。私から言わせると問題外と言ってもいいんではないでしょうか。それを踏まえまして、就任当時の期間を桜田問題外の変と呼ばさせていただきます。以上 BW ニュースでした。